どうも。前回は、かなり本音を吐いてしまいました。あれだけでは、どうしても。かなり先鋭化された胴体保存中の偏境な世界でしかありませんので。今回は、そういう僕が。これなら欲しいかもしれない。と思った車体の話をしてみます。純クラシック、みたいな扱いですけれども。日本車もここまで来たか、と僕がびっくりしましたのは。やはり、最後のソアラ。あんまり人気がないようですが、この車体は、もしかすると日本車の完成形だったかもわかりません。贅沢な電子偽装で、日本的に細やかな。お、も、て、な、し。あくまでも華麗で豪奢。しかし、それは決して成金趣味ではなくつつましい。それがかえって、貴賓であると怪訝ですらあるという。これはイタリアでもドイツでもなく、ましてやイギリスでもアメリカでもない。日本人の美意識が、マラクの性質と思えるハイテクと西洋文化に自然に融合してしまっていました。一見すると平面的なデザインなのですが、しかし、実はすべて緩やかな曲面で、入念に作り込んである。そして、それもやはり、あくまでもさりげないありようで、洗練、という言葉がこのソアラにはよく似合います。その姿は、柔らかな光沢に包まれた漆器のようで。ああ、これは日本人でないと作れないわ。季節の移ろいを楽しむ、そういう乗り方をするなら、こんないい車体もないかと思います。月明かりがしらじらと路面を濡らす静かな夜道で、ランボルギーニのスパイダーならやかましくて無粋でしょうし、キンキラキンのベントレーでも、何か場違いな気分になるだけではないでしょうか。すべてが十分に贅沢で、そして過剰ではない。これはもう、本当に贅沢な人、教養人とか風流人がやっと買う、そんな車でしょう。まあ、YouTube 的に、視聴者数稼ぎなら、このソアラの話は、開発秘話とか載っていた有名人の話なんぞで動画の尺を稼いで褒めちぎった後で、私もソアラが欲しくなっちゃった。今回はここまで。気に入ってくださったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくなのぜ。とでも言って、耳心地のいいところで話を終わりにした方が稼げるのでしょうけれど。んなもんで終わりにするわけねえだろうがよ。僕の口車に乗って、気楽に買ってしまう人がいたらよろしくありませんので。余計な一言ですが、釘は刺しておきます。もう年式が年式ですし、ここまで高機能なハイテク四輪車ですから、故障と修理は覚悟が必要。インジェクションだのの制御系がいかれたりしたら、修理代がどうなるのか、というのもきつそうですし、多分、修理は無理、もう直せない、なんてことも、大いにありえます。いやぁ、中古価格はそんなに高くないし、壊れた時は乗り捨てってことでいいんじゃね？そう思う人は、別にお買い求めになっても構わないか、とは思うのですけれども。それにしましても、このソアラは、僕の目から見て名車です。この僕からは、僕もそんな調子で、電子制御のモンスター 1000S を買って、かなり後悔しました。気に入ってしまった愛車が潰れ、手放すしかないか、と思った時のあの痛さ。その精神的なダメージ、損失はプライスレス。とは申し上げておきましょう。僕の場合は、ほぼ同じ性質の車体で、ローテクの M900 が転がっていたので、それで誘引を下げましたが、ソアラに替えはないです。最近、レクサスから新型のコンバーチブルが出たようですが、あれはちょっと豪華すぎますね。あそこまで行くと、僕はちょっと苦手です。
というわけで、スワラはおすすめしないです。ということにしておきます。もう一台、これも基本的に、ちっともおすすめではないのですが、注目していた車体があります。これを現行モデルと呼んでいいのかどうかは謎ですが、フィアットアバルト695トリブートフェラーリ。こいつはフェラーリである、そこがとても重要です。動画で見ただけなので、何とも言えませんが、爆音もかなりええ感じでフェラーリしていて、ハンドリングとエンジンチューンも、存外気合が入って、そこはさすがのフェラーリなのだとか、お茶目で楽しいのではないか、と思います。まあ、エンツォのじいさんが生きていたら、絶対に許さないやつです。こいつも、大概なやつでしたよね。何が、12気筒でなければフェラーリのストラダーレではない。だってんだ。お前、排気量線の4気筒を、ASA とか称して、みんなに隠れて本気で作ってたんだろ？本当は小さいのも好きだったんだろ？ブランドイメージのために、車をいちいちで隠しやがって。なんかこう、フェラーリって微妙ですよね。ま、かっこいいんですけどね、そりゃこの方が。でも、なんと言ったらいいんでしょう。見るからにお仕事遠くのキャバ嬢に、黒サンタさんってすごく素敵、めっちゃモテそう、などと、おちんぽなてめえの願望を小娘に見透かされているような、まんまと乗せられてしまっている、そんな不快感がフェラーリにはあります。ガラス張りのエンジンハッチとか、ほんと、あのメーカーはどうかしらって思います。ガラスは重すぎて重心も高くなるでしょ？どこが妥協のない最高のスポーツカーなんですよね。ま、かっこいいんですけど。バカを承知で気持ちよくなるその感じ。僕はフェラーリはこれぐらいがいいです。生実家、本物風より、これぐらい割り切ったジョークの方が、素直に笑えます。本流のフェラーリは、借りて乗るだけでも照れくさいですから。それにあれは冗談にしてもデカすぎ。サイズで言ってもこれぐらいがいいです。ミーハーな調子で、これ見よがしにフェラーリ純正のキーホルダーなんぞにして、ですよ。わかりやすく、フェラーリって書いてあるやつがいいです。それを飲み屋で女の子なんぞにチラチラさせて。俺の愛車、フェラーリやで。なんて、イタリア人みたいに、ちょっとインクなんかしたりして。隣に本物のフェラーリオーナーがいたりしたら、バカ受けすること間違いなし。ま、イタリア信者の貴婦人は狂信者が多いですから、エンツォへの冒涜が、と激怒することもあるかとは思いますが、そういう人は、多分パラノイアを悪くしているか何かですので気にしない方がいいでしょう。コスパ的に、それでいいのかどうか、という議論はさておき、お姉さん受けのデートカーなら、本物のフェラーリに、多分勝てます。駐車場にも困るようなミッドシップみたいなもん。あんなもんでデートに誘われて喜ぶ女なんざ、僕みたいなやつか何かだけです。多分、ろくでもない女に決まっています。ピッカピカの458を見せられて。こりゃいいねえ。でも、やっぱ、私は F40 がいいなぁ。みたいな、ブレーキはあまりないやつのはずですから。どこまで話を脱線させているんだよ。強引に話を戻しますが。じゃあ、この黒サンタの目の前にこのフィアットアバルト695トリブートフェラーリが転がっていて、それを買う十分な銭があったとして、果たして買うかどうか、という話をしましたら、やっぱり、多分買わない。これは僕の個人的な、ただの思い入れでしかないのかもわかりませんが、オリジナルのフィアット500の思い出が美しすぎて、もう一度、あれに乗りたい、と思ってしまうから。
もちろん、それはフィアットアバルト695とリブートフェラーリがいけないのではありません。ただ、なんとなく。フィアットは、もう我々に語るべきロマンを見失ってしまったのか。そんな気分になりたくない、というのも本当です。この意味からすると、僕はソアラの方が好きかもわかりません。これはソアラという系譜の、完成形のようなもの。電子制御化時代の自動車に対する、トヨタの渾身の回答です。前向きな情熱、そんなものが僕は好きなのだろうと思います。それではおしまいに。今度こそ、これなら買ってしまうかもしれない、と思う新車。多分、僕がこの車を手にすることはない。まるで非現実、とも申し上げますが。モーガンスーパースリー。モーガンの三輪車です。引っ張り出しておきながら、初手からこういうことを申し上げるのもどうかとは思うのですが。2022年、つまり今年、発表されたモデルで、僕もまだ詳細はよく知りません。そして、すごく説明しにくいです。過去のモーガン3ホイーラーがどんなものだったのか、そんな話からやるべきなのですが、100年前から基本レイアウトが同じだったとか、車体が相変わらず半木製で、バイクに箱をかぶせただけだとか、ハーレーにエンジン供給を断られたとか、いろんな話があったりするのですけれども、ぶっちゃけ、僕にはどうでもいい話ばっかりです。まあ、車体先端にむき出しになっているのは、バイク用の空冷に気筒です。つい先日までキャブ車でした。この変なレイアウトも、飛行機ロマンの残骸だとか、ベルトドライブで乗り味がまんまバイクだとか、いろいろネタまみれなのですけれども、今回は、このバイクもどきを、排ガス規制で文句を言われないためだと思いますけど、とうとうインジェクションか。なんと真っ当に自動車用のフォード製のエンジンを乗せて、これまた真っ当にボディの中に収めてきたわけです。お下品なサイドマフラーも廃止、代わりにバイクのサイドバックよろしく、やっと収納という概念にも気づいてくれたみたいです。どうしたの？モーガンのくせに、まともじゃん。と言いたいところですが、ホイールをアルミにしながら、細いタイヤもほったらかしで、やはり、ホロスラなし。そんないつものモーガンなわけですけれども、結論から申しましたら、これは欲しい。まあ、乗り味なんてのは、もう今さら解説の必要もないです。こんなものが、まだ絶滅していないのは、必要な愛好家があるからです。面白いに決まっています。二輪では支えきれなくなった、野蛮な巨大バイク、とでも思うといいんじゃないでしょうか？僕がなんでこの車に縁がないか、と申しましたら、経済的な部分もそうですし、M900 とジャズの相手だけで手一杯で、物理的にありえないからです。おっさんにはあんまり時間もないですしね。でも、もし、僕が若かったら、こいつにはかなり蝕まれてしまっていたのではないでしょうか？では、今回のこの新車。モーガンの何がそんなにいいのか？過去のスリーホイーラーと違い、今回、僕がこいつになんでそんなに反応するか？ここが、なかなか理解を得られないのですが。名車はその姿を見たらすぐにわかる。これを言うと、必ず。おいしんぼの貝原雄山みたいでかっこいいですよ。わら。とか、僕をバカにする人があるのですが。ああいう、受けてなんぼの通な言い草ではなくて、もっと切実な現実です。僕も元は工業人。自動車部品は何度か受注しましたが、自動車のコストダウンはとにかくエグい。消費者の目に見える外観まで省略が進むようなら、見えない内部は絶望的にスカスカ。逆に、外観が行き届いているなら、その車体はメーカーも本気の自信作、ということです。スーパースリーは、前作からは考えられないぐらい、デザインも凝っていますし、丁寧に作り込んでいて、前作のいい加減さ、というのが細部まで排除されています。
しかも、かなり凝ったデザインです。これは期待していいと思います。そして、この外観について、難解なのはさらにこの先です。うわ、不細工。そう思ってしまった人が、かなりあるのではないでしょうか。ここからは、変態的動態保存中の世界。神聖の英国者中毒の病例、症例みたいな話になってしまうのですが。ま、見ていただいた方が早いです。なんて見にくい車だ。ひどい、ひどすぎる。一度見たら、もう二度と忘れられない、トラウマ級のインパクト。それがイギリス。一体、何がいいんだ。自分でもそうとしか思えないというのに。ところが、じわじわと、それが好きになり、気持ちよくなってくる。大体、初見で失笑するほどグロかった、みたいなやつほど、後々きつい。ディープに突き刺さり、すねの傷になって残ってくれます。鍋料理で解体中のカニみたいな、このグロいデザイン。よく、英国車は保守的でオシャレ、貴族趣味で紳士の乗り物、と思う人があるみたいですが、それはセダンなんぞのお話です。英国の本気のスポーツカーは、お下劣でグロ。海賊の乗り物です。こういう、本性むき出しの英国車って、何十年ぶりでしょう？この間まで、モーガンは EV 化して、内燃機関は全廃、なんて言ってましたのに。一点、フォードからエンジン供給を受けてこれです。大陸の環境ファシズムに喧嘩を売ることにしたのでしょうか？干渉者すら拒絶するような、このデザインに、僕はモーガンの本気を感じます。これ、一度乗ってみたいです。それではまた。